ということで今日はバモのですね、いる、グレートアース違ったかなのやってらっしゃる、保育園認可、うん、子供園かな、なんか そこにちょっと仕事できたんですか、今そこで講演したんですか、次の飲み会のところまで、荷物を持って行ってもらってそのまま私はこうやって旅ランをするという、はい、今だからなんつったっけうん、そうなんですよ、荷物がだから運ばれる予定なんです、その飲んでるのとこまで。でここはですね、青梅線、青梅線の沿線ですね、青梅線の沿線なんですが、とにかくいきなり降りてきたんでどこだかよく分かってないんですが、とにかく走りたいと思います、走りたいと思います。そこがパソコン太郎とかバモがパソコンチームコとかがうどん食べたってところか、美味しかったらしい。拙者は今日はね、お昼はコカコーラコカコーラ1本飲んだだけでございますよ。ちょっとお昼食べる暇なかった、でも初めて走る、まあ、ちなみに興味深いですね、新明台、新明台3丁目って書いてある。スナックメタカか、初めて走る街並みは興味深いですね。羽村団地だな、そうそうそう、羽村駅がね、緑駅、あと小作じゃない、小作って書く、でもね読み方が違う駅の近くなんですけど、こうなってんだな、羽村高等学校があって、それから羽村市動物公園があってね、これ児童公園の中にあるこういう大きな木はいいよね、何の木だろうな、この木を見て子供たちは育ってきたんだろうね。わあ夢があるな、さっき週に聞いた32度ってことでね、ちょっとまだ暑いんですけど、ただ今日あの天気予報によると雷雨の可能性があるということで、なんとなく空が、ちょっと雲が多いのと、あとなんとなく風が吹いてて、確かに雨の前の気配は少しするんですが、この中旅ランをしております。なんか緑の多いエリアに来ました、動物公園とか、多分動物公園、駐車場羽村ズーって書いてある、なんと動物公園が17歳まで無料、へえすごいな、羽村市動物園だって、残念ながらもう今日は閉園だそうですが、のトントンズいいですね、この中が羽村市の、ズーですね、動物園になっております。もう閉園時間なので、今ね5時半、夕方の5時半過ぎてるんで、見えないんですが、一度入ってみたいなと思います。羽村ズーなんだな、今ファミリーマートでおトイレを買って、そして、ミルクドリンクだったから1本飲んだんでチャージしました。何しろお昼食べてないんでね、もう肉汁うどんここにもある、坂本人気店なんだね、さっきと同じだよ、ここ人がここは手広くやってんだな、トントンキッズ、羽村なんだな、子供たちが育ちやすい町だろうね、この日野自動車さんだな、でかいな、これ立川バスなんだな、旭公園通りアビニューだ、役所通りとか産業道路があるんだな、日野自動車羽村工場だ、大きいよこれは、ということで日野自動車羽村工場の、正門でしょうかね、これ通っています、本当に大きいです、でいろんな自動車を作ってらっしゃるんでしょうね、日野自動車羽村工場、
原市水道事務所の。ああ、パソコン太郎のテスラが、あの神山が今日これから打ち上げ合うところなんですけど、あの神山が今日これから打ち上げ合うところなんですけど、パソコン太郎のテスラが今俺を抜いていった。パソコン太郎のテスラどこ行っちゃいました。あそこの近くのね、駐車場がモンストロって、あれいた、いつの間にか、どうしたの、頑張れ、どこから、車どこ止めんのよ、車探してるの、あ、じゃあぐるっと回ったんだ一瞬。あそこマンションだったもんね。まあいいや、頑張って。また後で。あれ、また探すの、おじゃね。テスラは早いわ。パソコンタのテスラが。まだ今。停車場を探してさまよってるよ。そしてここは。ひょっとして、ここプリモホールユトロギだから、これ前これ講演会やったんだ。でこの公園でしばらくちょっとたむろした記憶があって、そうそう、この公園でしばらくね時間を使ったですね、あの懐かしい公園だね。これがプリモホールユトロギだ。そうか、パソコン太郎一生懸命駐車場探して、あ、曲がっていった。なるほど、そういう位置関係になってんだな。この公園懐かしいですね。最初に田村来た時にこの公園でしばらくちょっと時間を費やして、なんかねビデオも撮った記憶があるな。懐かしい公園でございます。旅ランまたこうやってね、あの時は旅ランはしなかったんだけど、こうやって同じ場所にまた来るっていうのも非常にいい感じなんですよね。線の男出たな。これが大梅線だね。今ね、あの日没調べたら6時44分ってことで、これ梅街道の人、これ井戸がね、あのとこにあるみたい。で、先人の地で入れたね。で、6時44分っていうのを見た瞬間になんか秋を感じたんでね。あ、なんかこの今日もちょっと秋の訪れを、まあ今だ暑い境なんですけど、秋が来たなって感じがちょっとしたのはなぜなんでしょう。今羽村駅の反対側にね来てるんですけど、本当にこれ初めて走ると思うんで、この丸縁って書いてある、全てが興味深いですね。こういうなんか昔ながらの、うわぁ、超わぁ、道だ、これ道だ、聖徳神社、いい道ですね。そしてこの先の道がちょっと心惹かれます。随分段差があるなぁ。わぁ、段差のある道だ。わぁ、なんかいい感じのとこになってきたぞ。お酒屋さんがあるね。北須沢小坂店、千里寺、そして羽村市郷土博物館とかある。なるほど、羽村の酒屋、北浦屋さん、いいですね。そう、ここに蔵がある。立派な蔵がある。すごいな、びっくりした。すごいな、すごい蔵がありました。川に来た、なんか川に来たよ。川の匂いがする。おー、こうなってんだ。玉川兄弟像、玉川兄弟像、ちょっと待って、玉川とか、ちょっと玉川ってどっか来てんのか、どういうことだ、ちょっと行ってみよう。いやー、立派な川に来ました。そしてちょっと待ってくださいね、すごいいい川に来たんだけど、これが玉川、玉川兄弟像ってのがあったの気になるんですけど、どういうこと。わー、すごい素敵なとこですよ。わあ、すごいいいとこに来た。玉川兄弟像ってのが気なんですけど、いいとこに来たな。玉川兄弟の人ってのが気になるね。突然とても綺麗な川に来たのでございますけども、この玉川兄弟の像、これか、
どういうことかしら。玉川兄弟の像。おお。ひょっとしたら玉川ってここから来たの？玉川兄弟。なんかよく知らなかったぞ。河川敷に来ました。いや。綺麗な川だよ。すごくいいところだな。すごく、もうこれ浜田駅からそんな遠くないんですよね。いいとこじゃん、浜田。たまり場50キロか。ここからこうやって、ガーゲン台地でこうやって行って、双子玉川とかあっちの方に行ってるんだな。So, I'm in the upstream of 玉川 River.A really important river in the vicinity of Tokyo, and as you can see, it's so beautiful. I have given a public lecture in Hamura, and I have, as usual, travel room, and this is what you get a few minutes run from the Hamura.Station. It's not really a few minutes, but that's the idea. So anyway, this is so beautiful. This is such a wonderful place. And you know, one of the things that you are constantly amazed about Tokyo is that, you know, it's so full of nature. I mean, if you are in the metropolitan center, you wouldn't know that. But if once you're here, you realize that there are more to Tokyo thanwould meet the eye while you stay in Shibuya and Shinjuku and Asakusa. So please do come to this part of Tokyo. It's really wonderful, Hamura City, and it's such a wonderful view that would reward you once you're here. ということで今英語でも喋りましたけど、私はハマラで光景、いや美しいわ、幸せ。川を渡る風がすごく涼しくて気持ちいいですね。こんないい光景が広がってるんだな。今反対側に来ましたね。ずっとマウント宣言岳、宣言岳ってなんだ。そうか、今度行ってみたいね。 1.2 キロ近いじゃん、宣言岳。今度行ってみたいね。今日はちょっと時間ないけどね。浜田関下橋か。関下橋、いいとこだね。こういう歩行者専用のね、歩行者と自転車だけの、橋があるのが嬉しいですね。あれ、素晴らしい浜村なのか、建設省なのか、国土交通省なのか、よくわかんないけど、建設省って今ないんだっけ、ないかもしれない。まあ、というかありがとうございます。これを作ってくださったことは。この橋のおかげで、とても素敵ですよ。ここに浜村銀行があったんだな。いや、浜村は、本当、歴史と文化の豊かな町だよ。稲荷神社があるな。稲荷大明神か。素晴らしいね、この寺は。ここは沢の湯がやっぱり運動されてるんだな。八雲神社の出汁か、すごいな。ギンギラギンだな。ワイジルだ、いいな、ワイジルは。さあ、駅が近づいてきたぞ。浜村駅まで戻ってきたな。いい駅だよ。素敵な駅だと思うよ。
というわけで、今羽村駅まで来たんで、今日の飲み会の場所までもう少しでございますこのゴールに飲み会があるってこの前ね、あの小田原の時も竹内からの後あの打ち上げで届きそうだったんだけど、今日はそれと違って本当にあの時だから駅にロッカーに着替えがあったから駅行ったんだけど、今日本当に居酒屋がゴールというですね、すごい、でも羽村駅前いっぱいあるじゃん、なんかいい感じだねというわけで羽村食べなしました。今回ね非常にあのやっぱり、なんていうのか、あそこにパソコン太郎いるしなんでだよ思ったんですが、仕事で来たんでついに点と点でね動いちゃうんですけど、あそこに赤いパソコン太郎がいますよ。あの点と点動いちゃうんで本当になんて言うんでしょうかね、そこの先にある広がりの世界ってなかなか分かんないです。今回あの駅を越えて向こうに行くことで羽村の本来の魅力、玉川の石見ることができて本当に良かったです。今後あのバンモさんが作る、バンモさんの会社が作る、子供の教育の施設もあの私がお手伝いすることになると思うんですけど、今回羽村を走ることで本当にそれの背景が分かって良かったと思います。そしてあそこに行ったパソコン太郎がいるんだろう、何なんだ旅なんでした。また走りたいと思います。なんでパソコン太郎があそこにいるんだ、おかしいだろ。わっせわっせ、知り合いがいた、パソコン太郎がいた、パソコン太郎がいた、パソコン太郎がいた、タビランの最後にパソコン太郎がいました。いい感じです。週刊パソコン大好き週パソ法が俺を取り合ってますということでゴールしました。ここの中で宴会です、これから